モートン伯爵家の紋章モートン伯爵は、スコットランド貴族の伯爵院。ジェームズ・ダグラスが1458年に除されたのに、始まる。第四代モートン伯、ジェームズ・ダグラスモートン伯爵に除されるダルキースのダグラス家は、ダグラス家の総ウィリアム・ダグラスの子、アンドリューの長男、アンドリューの末裔である。ダルキースのダグラス家当主ジェームズ・ダグラスは、 ダルキース教というスコットランド貴族に除されたとされるが、その明確な証拠はない。その孫であるジェームズ・ダグラスは、1458年3月14日に、スコットランド貴族モートン博に除せられた。三大博、ジェームズ・ダグラスの死去で一時保持者不在になったが、娘婿でアンガス博・ダグラス家の出身のジェームズ・ダグラスへの継承が認められて存続した。この四伯は、 プロテスタントの貴族として、なおはぜ、ジェームズ6世の摂政として、牽成を振るったが、カトリック貴族の初代レノックス公爵エズメスチュワートの関係により、王廃、ダーンリー教ヘンリー・スチュワート暗殺の罪を着せられて1581年6月2日に処刑されている。爵位も摂集され、1581年11月29日には三大白の娘婿にあたる8倍。 マクスウェル教ジョン・マクスウェルが新規にモートン伯爵に助されたが、1586年1月29日には四大伯の老いにあたる八大アンガス伯、アーチボルド・ダグラスに五大モートン伯くらいの継承が認められた。五大伯が子供なく死去すると、初代伯の高祖父に遡っての分流、ウィリアム・ダグラスに継承された。七大伯、ウィリアム・ダグラスは、 1630年から1636年にかけてスコットランドオークラ教を務めた。1708年のイングランドとスコットランドの連合後もモートン伯爵家はモートン伯爵いのみしか有所なかったため原則としてイギリス貴族院に議席を持たなかった。しかし歴代当主のほとんどはスコットランド貴族の貴族代表議員として貴族院議員に就任している。 13大伯ジョージ・ダグラス、14大伯ジェームズ・ダグラス、16大伯ジョージ・ダグラス、17大伯ジョージ・ショルト・ダグラス、18大伯ショルト・ダグラス、19大伯ショルト・ダグラスが、貴族代表議員に選出されている。14大伯15大伯ショルト・チャールズ・ダグラス、16大伯の3代は、フリーメイソンのスコットランド・グランド・ロッチで、 最高指導者グランドマスターを務めている。2016年現在の当主は22大白ジョンダグラスである。現当主の保有借位はモートン白借位しかないが、借位の法定推定相続人は白借家の所有地の一つに由来するアバーダー教を称する。現在の邸宅はミッドロージアンにあるオールドマンションハウスである。 かつては、ファイフのアバーダー城やミッドロージアンのダルキースハウス、エディンバラのダルマホイ、パースキンロスのロッチリーベン城、ダンフリーズガロウェイのモードン城などを所有していた。ありがとうございます。